将棋運動からこんにちは、フリーザです。はい、どうも皆さん、トライアングルです。はい、あのですね、コメント欄で非常に多かった、コメントがありました。なんで帽子もっと飛ぶはずだよって。はい、でなんと、はい、こんだけ飛ぶんですよ。普通そうらしいんですよ。なんでトライアングルさんの帽子飛ばないんですかって。でなんかこれもなんか本来なんか勝手にこうやって飛んでくれるもんらしいんですよ。で、なんでトライアングルさん飛ばないんですかって。で、あの、僕やってたらなぜかあの鳥が消えたんですよ、途中で。だから、その、多分バグってたんでしょうね。なんかコメント欄で、え、なんでみたいな。もっと飛ぶはずだけどみたいな。ほら、こういう感じでめっちゃ飛ぶんですよ。僕どんだけ難しいプレイしてたのみたいな。トライアングルさんどんだけ難しいプレイしてたんですかって言われて。こういう感じで飛べるんで、はい。全然飛べるんだよね。びっくりした。で、じゃあちょっととうとう、キャプチャーしたいと思います。はい。改めまして、よろしくお願いします。はい。こういう感じでね、鳥さんもね、こういう感じで移動できる。さらに、これ、飛べるのかな？ここまでやってないんで、飛べる？飛べる？はい、そして飛びます。いや、確かに今ではなんでこんな大変なことしとったんやって、思いますけどね。これ普通にこのままムーン取れちゃうんじゃない？まあ、取らないけど。ちゃんとやるけど。あれ、鳥さんキャプチャーってどうやって、ちょ待って、鳥さんがいなくなった。ちょっと待って、鳥さんがいない。鳥さんがいません。先生、鳥さんがいません。鳥さんが消えました。行くしかねえ。鳥さんなしで。ジャンプ&ハイ。そう、ジャンプ&ハイ。よし、オッケー、素晴らしい。で、あの土管入れるかな？そうだね、鳥さんいなくても多分大丈夫そう。で、こんだけ飛べるんだったらさ、最初から言ってくれればいいの。あっちゃ、危ね。ほっ、え、あれ飛べない、あれ入れる、あれ、あー、こうか。うわ、え、上、おー、勝手に行くんだ。わー、すごーい。いや、本来こんな、こういう感じだったんだよな。危ね、ちょっと待って。ここは一気にボスでいくか。ボスで一気にジャンプ。こんな飛べたっけ。よし。で、ここにうまく着地したいな。ここ、あ、やばい、しまった、危ね、で、危ね、よし、よし、乗り物の意味。こっち行くじゃん、こっち行って、あ、これ、このまま乗れるじゃん。で、戻るじゃん、戻って乗るじゃん。で、これって、このまま、こう行って、で、びっくりした。で、これそのまま乗ります。で、ムーンゲットできるじゃん。やったぜ！あ、ちょっと待って、これサムネ撮らせて。あ、いいね。いいですよ。いいですよ。素晴らしいです。いいですよ。ドドリアさん。よし、ちょっと待って。じゃあ、これで撮ったらもうクリアかな？こんな簡単でいいのか？これでいいのか？いきます！ちょっと正面で撮れて。いきます、はい。四角い世界の中で、夕方ムーン、やったぜ。これ、次のワールドいけるとか？え？え、次、あ、ここで次のワールドってこと？そういうことかな？いきましょう。どうなる？え、暗いよ。なに？怖い。え？止まった。え、止まったんですか？詰まったんだけど。ちょっと、もしもーし、 Help me! Oh no! なんで、ちょっと待って、止まって、助けて、誰か助けて。止まったんだけど。はい、どうやらなぜかバグってしまっているので、まあ、しかしね、無事、こういう感じでムーンをゲットしましたので、はい、多分ね、これ次のステージあると思うんですよ。ここ多分大回りして土管へ行って、ここでムーンゲットしました、それじゃあ次のステージ行きましょうみたいな感じで、おそらくね、多分こっちにこの中に入れるんじゃないかなと。なぜかちょっとバグで入れないんですけど、残念ながらね。どういうことでしょうかね。何がいけなかったんでしょうかね。ね。なので、まあ、次回またできたらね、このパワームーン続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。トライアングルさん、残念ながら、まだパート1、多分、エンドならずだと思うんですけど、多分続きあると思うんですよ。ないかな？はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。なんかこのムーン美味しそう。